俺それまでもう1から4までめちゃくちゃ調子良くて、俺まあ関さん集めてくれるやろなと思ったら、まあまあ俺をもう手のひらで転がしやがってもうこうやって、そうおーっつ、結構あれ大事なとこだから、いやそう大事なとこには持ってってるから、いやそうでもそれ言いようよ、いやいやそう言いよう言いようじゃないいやマジマジマジ、あれでもドンピシャのとこだよ、うん、でも俺は言わんでいいやと思って俺いつもやったら困っとったら俺集めていいからねみたいな感じのことも言ったっすよ、僕ポーランドの時ぐらいに言ったっすよ、言ったね、言ったっす、言ったっす、うんうんうん、言ったんすけど、まあ、あの女僕のこと信じてくれなくて、いや信じてる信じてる信じてなきゃあの2本ないから、まあね、うん、まあ最後しっかり僕に取らせてくれたんで美味しいとこ通すんですよ、これ。まあ、あの時ね、ツイッタートレンド1位。ダントツ1位。その1本があったから。その1本なのか、いや、1本っていうか、趣味の価値やろ。まあ、多分、あのね、みんなで緊張したやろね、テレビで見たお人も。いや、したと思う。めっちゃ、ね、したっていう、なんかすごい来た。来ましたよね、うん。だから、あの、緊張した内容やったし、うん、もうその中でも勝ち切れたっていうこの嬉しさは、ね、半端なかったね、マジで。もうちょい浸りたいなと思ったら2日後にブラジル戦になったし、そうだねアルゼンチンかブラジル、そうアルゼンチンかブラジルで2択なんですよ彼で、監督の人ですか、多分監督なんか、その、なんか抽選なんですよ、その日の夜だ、そうっす、その日の夜に俺ら確かあの時7時何分からやったから抽選が全試合終わってからなんで、アルゼンチン、ブラジルだったんですよね、向こうの枠で2位、3位のところで、で、まあ、どっちでもいい状態でしたね、ね、もう俺らやることはやるし、だったけど、ブラジルで1時5時の選択やったんですよ、1時5時の試合時間の選択だもん、まあ、俺ら5時がいいよねっていう話をしたんですよ、そしたらそれも外して1時になって。その連絡来たの寝る前とか寝る前に来た1時半とかっす、確かに、はい、ゆうきさんから LINE したから次の相手、次の相手ブラジルです、で次の日に1時からです、うわーっつってどうするっつって寝ようにも寝れないです、そんなそう、なんかいやーっ準備しとるけどみたいなまあでもオリンピックの前回王者と試合できるっていう嬉しさはすごいあったですね、オリンピックの場所でね、うん、まだワールドカップとかそういう話別ですからね、全く、うん、だからそこでやれるっていうのは俺はすごい嬉しかったし、だからこそ思いっきりぶつけれるし、うん、全部で、まあ、ぶつけた時にも結構張り合ったっすよね、そうね、うん、結構張り合って、中盤ところで張り合って終盤でやっぱ向こうの意地っていうところに負けちゃったなっていう感覚では、1点の差ですね、1点のやり合いが繰り返しあったから、うん、まあそこでしっかりと勝てないっていうのがすごい悔しかった、うん、俺と関さん泣いてましたね、終わった時に、ね、なんかふって抜けたね、言ってたっすよね、なんか肩の力抜けて、肩の力抜けた、うん、なんかリラックスじゃないですけど背負っとった感じ、背負っとったんやなっていう感じをしてたっすね、もうここにプレート乗ってたっすよ、なんか乗ってない姿勢悪なるわみたいな感じぐらいやったけども、ブラジル負けた瞬間にフッて抜けて、それまで多分プレッシャーあったんでしょうね、ねえ、なんかね、あんま感じなかった、感じんかったし、ね、なんかそんなになんかイメージもしてなかったけど、ふって抜けた瞬間になんか泣けてきたよね、そう、力抜けたもんね、はぁーっつって、俺らもストレスあったんやなみたいなその時気づいたっすね、2日後に離村しました、で、まあそこで、まあ暇っていうか時間ができてだけど、その時に僕は初めてバレーボールをあんまりしなくていいと思った、なんか一回バレーボール離れよう、もう何もバレーボールから考えない、時間が欲しいという感覚者の僕でした、一回落ち着こう、うん、まあでも濃いオリンピックでしたね、僕たちは、うん、
すごい濃かった。でもなんかあっという間じゃなかった？あっという間でしたね。3週間ぐらいいましたもんね。見たいた。全然イタリアにおる3週間とかとかで、あれではなかったですね。うん、全然。全然違うな。うん。なんか長さが違ったし、濃かったかな。濃い。うん。だから、俺は、すごい、嬉しかった。もう満足したっすよ。とりあえず今年のオリンピックは。だけどまあ、ね、世の中的にコロナがどうのってなってるから、なかなか、全員が全員一緒の意見っていうのは難しいですけど、僕らスポーツをやっている人間からしたら、やってくれてよかったっていうしかないぐらいよかった。うん、それぐらいいい経験できた。いい経験できた。もちろん、頼りにはなるんですけど、なる選手だと僕は思っていて、怪我明けっていうこともあって、なんか、どうしよう、どうやって生かしていこうかっていう考えるのが増えたオリンピックだったんですけど、あのベネズエラ戦の後に急に調子上げてきたんで、ね、うん、一気になぜかわかんないですけど、だからその考えることが一気になくなって、それが僕の中の余裕というか、トス回しの中の余裕ができたっていうのが大きかったですね。それは本当に助かりました、彼の。俺は特に何かやること変えてないですけど、ブランにめちゃくちゃ怒られたから、それのおかげかもしれない。いや、まあでも、いや、スイッチは入ってたっすね。できた。ベネズエラ戦も目パッキパキでしたけど、もう変んだろってことで、目だけパキパキだけど体ついてきてなかったんでしょうね。準備したはずなんやけどなってやったんだけど、あれみたいな感じではあったんですけど、まあ、田中選手がまずやっぱ勝負どころではちゃんと自分のパフォーマンスに戻ってこれたのは僕は嬉しかったです。うん、勝負どころやっぱり持っていくかな。なんか何かしら、自分でも持ってんなと思う、うん、本当に。なんか、前のカナダ戦もそうだけど、ワールドカップも、うん、なんか持ってんなって感じ。本当だよね。ね、あの5セット目。そう。まあでも、大して満足ですよ。とりあえずオリンピックに関しては満足ですけど、これからに関しては知りません。知りません。知りませんも、いかがだったでしょうか。まあ、本当に、まあ、オリンピックの経験をこうやって話すっていう機会もなかなかないので、これ一回やめたのか、チャイム。どうでしたか。まあ、こういうオリンピックの話をなかなか外で話すことができない状態ですけど、まあ、やっぱり YouTube を経て、まあ、皆さんにこういったなんか経験したことしかない選手を語るっていうのはすごい、ね、僕はすごい大切だと思いますし、なんか分かりやすくなるんじゃないかなっていうふうに思うので、オリンピックってどんな場所なんだろうみたいな、スポーツやってる人は人でも妄想してると思うんで、イメージだったりイメージをしやすいようにっていう動画にはなったのかなというふうに思います。まあ、なんでも今日オリンピックの話をして、まあ良かったなっていうか、ためになったなっていうか、まあそんな感覚なんだみたいなことを教えて満足した方は、グッドボタン、あとチャンネル登録よろしくお願いします。で、あと今日出ていただいた関田選手は、インスタグラムとツイッターをやられてるので、まあ下の概要欄に貼っておきたいと思いますので、そちらの方から飛んでいただいて、フォローしていただけるとありがたいです。お願いします。はい。では、ありがとうございました。バイバイ。